今回は、港町、シャバンからスタートです。そこの階段はなんだ？ワープ。へえ、他のところにワープできるのか。結構いいお値段するのね。最初の村にこんなところあったかな。まさか、一方通行とか？だったら、下手に移動できないな。前回、船から見えた宝箱を回収します。元気そうだったか。あれ？いくつでも手に入るぞ。バグった。近くにお店がないから、代わりの手段なのかな。まずは、サーペントに会えばいいのかな。ここにいそう。あれ、出口が近い。またダンジョンがあるのか。罠がありそう。新しい魔法か。聖水を降らすのか。新しい武器が欲しいな。ちょっと時間かかりすぎ。なんかかっこいい名前だな。
ペントだ。ドアクダーの奴らに騙されてここに閉じ込められてしまったのだ。すまぬが、水門の隣にあるボタンの右のボタンを押してくれぬか。右だっけ？そうです。ありがとう。この礼はきっとしよう。村人たちにはすまぬことをしたと言っておいてくれ。言っちゃうんだ。この後どうすればいいの？別に助けるために来たわけじゃないんだけど、とりあえず町に戻ればいいのかな。言っといてくれって言われたし。というわけで戻ってきました。あれ、町が変わってる。サーペントがあそこにいると水没するのか。それじゃ、改めてこの街を散策してきましょう。船乗りねー。あれ、しばらく先生、こんなところにいたのか。やっと装備を新しくできる。うわぁ、魔導書まで売ってるのか。とりあえず、ロングソードだけ買って、あとは、お金が貯まったらかな。37から44って、かなり上がったな。おお、あなたはボードの、表現ではお世話になり申した。渡るの手がかりはまだなのだが、仲間の卑弥呼がジャングルの方にいるらしいのだ。つまり、卑弥呼を探してこいということかな。サーペント助ける前は、やっぱり水の中にいたのかな。鍵って何の鍵？でしょうね。お、早い早い。戦いづらいんだよな。次はこの村に行けばいいのかな。左が気になるけど、とりあえず後回し。どう見ても鍵が必要だしね。大切なら、埋めないで、持っててください。あれ、もう新しい武器売ってる。しかもめちゃくちゃ高いし。ドラゴンの塔に行けばいいのか。
ここでさっきのサーペントが役に立つのか。だったら一緒に教えてくれればいいのに。だったところ、ってちゃんと言うんだ。ここやどやだったのか。いきなり、すぐに元気になりますよ、って言われてびっくりしちゃったよ。なんか不自然な岩だな。おお、動いた。動く床迷路か。って、あれ、簡単すぎじゃないか。そういえば、リンクスって人のところにワープできるんだっけ。わしは賢者をやってるリンクスというものじゃ。渡るを助けたくばドラゴンの4つの思考を集め、海にあるドラゴンの部屋に行くがいい。1つは砂漠に、残り3つは湿地と海、そして遊牧民の近くにある。場所知ってるなら、取ってくればいいのに。それで、何するんだっけ。ああ、そうか、サーペントに会いに行くんだっけ。船乗りに、助けてもらうんだっけ。準備が早いですね。知ってる。また自動なのか。てか、サーペントってどこにいるんだ。いた。よく来たなポーよ。さあこのサーペントの涙を持っていくがいい。なんか、ずいぶんあっさりくれるんだね。ここで降ろされるのか。それじゃ、サーペントの涙を、井戸に落としましょう。まばゆいというか、やばい光り方なんですけど。割には明らかに色が足りてませんよね。それだけですか。緑の花ってこれかな。色はあれだけど、一応花の形してるんだね。鍵もらったこと言った方がいいのかな。なんだ普通にもらっていいんだね。